帰り。外寒かった？俺だよ俺。そうそうそう、クリームシチュー。外は寒いし、お家で一緒にあったかいクリームシチュー食べよっか。ほら、大きな具材にとろけるシチューが君の冷えた体を温めるよ。じゃあ二人で温まろうか。さっさっ。ん？なんだ？誰だ？お前は！しまった！見つかったちゃうだ！クリームシチュー？いや、よく見ろ。小さい具材、魚介類、それに不気味な語尾。貴様、クリームシチューではないな！バレちまったかい？ワイの名前はクラムチャウダーらちゃうだ。クラムチャウダーだと？俺のようなクリームシチューみたいな見た目しやがって。彼女に近づく者は許さないぞ。ほら、どっか行けよ。ピエンチャウダー。変な奴がいるもんだ。さあ彼女、クリームシチューで温まろうか。ほらほら、待つちゃうだ。また貴様か。邪魔するなって言っただろ。お遊びはそこまでだ、クリームシチュー。いや、ホワイトカレーさんよ。何？寒がってる女性にクリームシチューと偽り近づき、口の中に入り込む料理詐称侵入罪の罪で逮捕する。くそ。お前が最初に俺だよ俺って言ってる時にピンときたぜ。寒い季節に多いんだよ、俺シチュー詐欺。俺はただホワイトカレーの美味しさを伝えたかっただけなんだ。ホワイトカレーは北海道では有名だけど全国では無名だから、若い女性に人気のクリームシチューと偽って近づき、うまいこと食べさせて気に入ってもらおうと思ったんだ。カレー嫌いな女性がいることを考えないのか？でも食べた女性は大抵美味しいって言ってくれるんだ。でし、痛い。おまけろ。美味しければ何をやってもいいのか？ちゃんと罪を償え。お前は美味しいんだから、地道に頑張っていればいつか認められて全国区になるさ。すみません、刑事さん。詳しくは署で話を聞こう。一件落着。さてと。俺だよ俺。そうそう、クリームシチューだよ。ちょっと具材は小さいけど美味しいちゃうだ。うわっ！